皆さんどうも、タラパパでございます。今回は愛しい我が子タラちゃんについて皆さんにご報告ということで動画にしたんですけれども、明るい話題です。9月にどうしたら臭くないうんちになるのかという動画を出しました。その動画の中でタラちゃんのお腹の湿疹について話したんですけれども、この映像が9月のタラちゃんのお腹。ちょっと分かりにくいんですけれども、皮膚が赤くまだらになってるんですね。ところどころに湿疹がポツポツとあります。お腹をおとなしく見せてくれています。タラちゃんお利口。そしてこの映像が10月のタラちゃんのお腹。この時が特にひどくてですね、湿疹ができてはかいて、かさぶたになっての繰り返しで、このようなひどい状態になってます。もうおっぱいか湿疹かわからない状態になってますよね。この湿疹を治すために食事を9月の下旬から変えてみたところ、なんと現在11月、このように綺麗なお腹に生まれ変わりました。わっしょいタラちゃん、わっしょいタラちゃん、綺麗なタラの開きですね。美味しそうですね。ということで1ヶ月ちょっとぐらいですかね、ほぼなくなりましたね。湿疹の原因がよくわからないまま、食事だけ改善して本当に治るのか不安でしたが、地道に根気よく続けて腸内環境が変化してきたんだなぁと思っております。ちなみに食事なんですけれども、よし、まずオリゴ糖を水で薄めたものをあげて、赤菜のドッグフード、豚のレバー、キャベツ、人参、納豆、豆乳、ヨーグルト、ヤギミルクのサプリメント。基本的な食事は今あげたものなんですけれども、たまにすりおろした大根やブロッコリーをあげております。しかし9月に出した動画で臭くないうんちになるのかという問題ですが、肝心のうんちょすの匂い、これは改善できず、ということでやっぱりうんちょすはくちゃいという現段階での結果となりました。ひとまずいつもかゆがっていた湿疹が治ってよかったです。よし、もしワンちゃんを飼ってらっしゃる方でうんちょすが全く匂わないという方、どのような食事をしているのか教えていただければ嬉しいです。今回はタラちゃんのお腹の湿疹についてお話しさせていただきました。今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。